皆さんこんにちは。この動画ではヤンデレシミュレーターのアップデート情報をお届けします。4月1日のメジャーアップデートから1週間しか経ってませんが、今回もなかなか大きな変更があります。先輩のポートレートの改善。先輩の容姿はゲーム開始時に編集することができるのですが、その姿がプロフィールのポートレート写真に反映されるようになりました。メガネが光り輝いてやがる。まあこういうのはすぐに対応されると思います。保健の先生の衣装イースターエッグ復活。まずデバッグと入力しデバッグコマンドを有効にして、次にダットデュードと入力します。すると保健の先生がグラマーになり、衣装も少し変更されます。これは前からある隠しイースターエッグですが、一時無効になっていたとは知りませんでした。ちなみに昔はこんな感じでした。80年代モードのジュリさんの衣装も、同じ方法で変えることができます。なかなかいいね。初期画面でのバージョン確認。これは言葉の意味そのままです。便利ですが今回に限っては、7日が6日になってしまってますね。インフォポイント入手法への誘導。インフォポイントを使おうとしたとき不足していると。このようにインフォポイント入手の、ハウツーが強調されます。みなちゃんのタスクのテキスト修正。前庭園でという表現が、前庭園の茶屋でという表現になっただけです。まあキャラのセリフ読まない人にとってはわかりやすいかも。オープニングムービーの修正。気になっていたスカートへの干渉が改善されてます。モーション自体もブラッシュアップされてますね。新しいピアノのモデル。並べてみると随分良くなってるのがわかりますね。ちぐさのグラビアポーズの変更。これはつい1週間前に調整されたばかりですが、今度は全てのモーションが変更になりました。やはり専用に作られたモーションは雰囲気があります。まあ前の使い回しのモーションの中にも、グラビアっぽいポーズはあったので、そういうのは復活させて追加してもいいかもしれませんね。通気設備に看板設置。学校西の通気設備に看板が設置されました。機械に手を触れないでくださいと書いてあります。この看板が設置された理由は明示されていませんが、おそらく生徒が引っかかるのを防ぐためだと思います。丘の上での木の扱い。傾斜のあるところでは木の扱いが難しいので、丘の上では血液は流れなくなりました。麓まで降りていって放置すると、血はしっかり流れます。ハイスクールという記述の削除。There's been a death at Academy. We need help right away. 以前はアカデミーハイスクールと言ってしまってました。実はアカデミーは高校ではなく、生徒は全員18歳以上という設定なのですよね。声がぶつ切れになっているので、いずれ修正が入るかもしれません。ファンガールのアップデート。上記のフォルダにファン TXT というファイルがあります。このファイルは空のテキストファイルです。これに1という半角の数字を打ち込んで保存します。そしてゲームを立ち上げます。コンティニューを選んでゲームを進めようとすると、いつもと違うことが起きます。戦前も戦後も、彼の特徴は強い愛国心と揺るぎないナショナリズムにあった。このようにファンガールが登場します。この仕組み自体は前からあったのですが、このバグったようなエフェクトは新たに追加されました。ファン TXT の数値を変えるとテキストも変化します。なお次に進もうとするとゲームがシャットダウンしてしまいます。なんとも不気味ですね。このファンガールは学校からも呼び出すことができます。まずデバッグと入力します。そして FUN を10回入力します。これらはすべて小文字で大丈夫です。すると生徒がすべて消えて真っ暗な状態になります。
音楽もすごくおっかないです。うわ、なんか来てる。表示がバグるのが恐怖を倍増させている。やばい、追いつかれる。ファンガールに追いつかれるとゲームはシャットダウンします。アップデート紹介も3回目ですが、毎回割と発見がありますね。新しい機能かと思ったら既存のものだったなんてこともあったりします。ヤンシムというゲームの懐の深さを感じてしまいますね。高評価、チャンネル登録、通知の設定をよろしくです。